第一の加護を。今から龍脈の探査を開始する。当主、恐れ入りますが、この龍脈は全く資料がございません。ご自身が危険を冒さずとも、このような場所は他の者に任せては。若い自分にいくつの龍脈を越えてきたと思っている。心配は無用だ。お主らだけ危険な目に遭わせては、当主として面目が立たん。当主、すでに一族のために人生の大半を犠牲にされて、もう良いではありませんか。若き日を一緒に過ごしただけの一人のために、なぜ。そこまでにしておけ。申し訳ございません。聞きなさい。今この時をもって、私はただの李博だ。飛び家の当主ではない。ここはあの時一緒に歩くのが叶わなかった道。伝説によれば、まず太陽神が生まれた。その炎は岩壁を覆いとどまり、やがて龍脈と呼ばれた。龍脈の力は衰えを知らず、古代文明万道を生み出した。古代万道の男、苦労と共に生き、最愛の人と出会うことが叶わなかった龍脈の主。万道文明は隆盛を誇るが、原因不明の滅亡を迎えた。多数の瓦礫と壮大で神秘的な青いエネルギー、龍脈を残して。ヘイダ、ようやく戻ってきたよ。本当は龍脈の狂乱から逃れたいものだ。君のもとに帰ってきたよ。レイダ、また歌声を聞かせておくれ。偉大な龍脈探査者になり、英海飛び家に栄光をもたらしなさい。今はの際に、母上が残したこの言葉を今でも思い出す。今から100年の昔、遠い彼方の太陽系三海、偶然発掘された龍脈の遺跡に、この惑星系はにわかに色めきだった。辺境の地だった三海は各地からの龍脈探査兵であふれた。
この20年間は争いが絶えず、人々はこれを龍脈大戦と呼び、死者は1000万を超えた。最終的に大型財団である惑星工業連合が勝者となり、事態は終局を迎えた。しかし光連の勝利も平和にはつながらない。龍脈の巨大な誘惑は人々を惑わせたままだった。争いは民間に飛び火し、依然として龍脈をめぐる小競り合いが続く。ついには無法者たちが組織化を始め、あちらこちらで盗掘が起こった。大戦の炎は鎮火するばかりか、小惑星には無法者たちが増え続けていた。業を煮やした光連は今までの高圧的な管理をやめ、龍脈を解放し法の下での採掘を許可した。この知らせは一瞬で山海に広まり、無法者の集う危険な地区から、身分職業問わず一つの目的のため、外惑星からも人が殺到した。龍脈を自分のものとし、一攫千金、立身出世の夢を叶えるために。もちろん国に帰れず放浪していた私も、あれは66年前エイダと出会った年のこと。お坊ちゃんには無理ですよ。探査は遊びじゃない。やってみなきゃわからないさ。さあ情報は？もう全部お売りしましたよ。あれが？あのピンボケした写真一枚と大まかすぎる方向？あんなのでどこが龍脈かなんて誰がわかる？おやおや、巫女がいないんで。なるほど、それは見つからないでしょうな。巫女？お客様、エイカイ人でしょ？なまりでわかりますって？まさか巫女すら知らないなんて。つべこべ言わず、お金を払った以上義務を果たせ。若、まずは落ち着いて。この程度のことで。やだ、龍脈を見つけ儲けたい。でも巫女を雇うお金もない。ない。お坊ちゃん、もう一回言いましょう。龍脈なんて見つけられ。うわー、離して。貴様が何を言おうが自由だが、馬鹿を侮辱するようなことは許せん。カイト、やめなよ。口を慎め。我々英会人は巫女などには頼らんのだ。巫女には頼らん？え、ワッカ兄さんら英会の貴族で。はあ、よりによって一番嫌いな。山海の鉱山採掘に乗り出して光連に尻尾を巻いて逃げ帰った。それでまた山海に、なんとまあ熱い面の皮で。巫女がいなくても自分で考えたらいいしょ。若、どうしましょうか。まずは下ろしてあげ。万道は無常。その話
私にいただけませんか。おやまあ、どこぞの美人さんで。おい、何なんだよ。暴力的な英会人より私たちにその情報を売った方がいいですよ。私たちの戦隊の巫女は龍脈探しのエキスパートですから。なんとも素晴らしい、やっとまともなお客様。ピチピチの探査者様には600クレジットでご提供。取引成立ね。おい、聞けって。はい、これ振込先と ID ね。3標準時以内にお願いしますよ。情報はメールで送りますんで。エイダって名前の振り込みがあったらそれが私ですから。龍脈は風水の導きとともに。んじゃ、巫女さんによろしくね。おい、ちょっと待って。待てってば、そいつに騙されてるかも。近寄らないで。もう取引は終わったでしょ。お姉様に何する気。ガキがうろちょろと。カイト、子供だぞ。あのネズミ消えましたな。そっちの商談も終わったでしょ。一体何がしたいの。ラミア危険よ、すぐ手が出る人たちだから。お金を払わない方がいい。その情報に価値なんてないから。もし信じられないならこれを。詐欺師は大体自分も被害者だって言うの、テンプレ野郎。ラミア、ちょっとやめなさい。三階人をいじめるようなやつらに遠慮はいらないでしょ。ごめんなさいね。きっとあなたの言ってることは本当だと思う。もちろんさ、この写真見てよ。でも暴力で解決する人は嫌い。二項無償、開口無中。ではまた。
ちょっと小突いた程度で簡単に道を開けましたね。危うく殺しかけてたじゃないか。行こう。まずは観察から。止まって。オケだ、急げ。獲物は女だってさ。ごめん。焦らずに。どうやらこの門で間違いなさそうですな。この門の中に入るためには龍脈をここまで改造できるとは、おそらく退役軍人の集まりでしょう。面倒ですな。こちらへ。足場に登るときはできるだけ静かに、気づかれぬよう注意してください。行動は素早く、壁画謎は後回しです。これ英会で見た気がするんだ。当然です。ここは龍脈文明の故郷ですから。対一の加護、僕たちの信仰と三階のマンドは本当につながってたんだ。私からすればどれもただの鉱山ですがね。あ、ごめん、早く行こう。ここにも門がある。むやみに触らないでください。自ら潜入をバラしたいのですか。大丈夫さ、考えすぎだよ。行きましょう。行けるのはここまでですな。あそこは誰も警備していないように見えます。私はここで警戒しています。若は他の道を探してください。上に行けるみたいだ。素晴らしい。行きましょう。ここ違法改造船ばかりだ。船を解体して闇市で部品を売ったりしているんでしょうな。
ここはおそらく大丈夫そうです。どうなさいました、若。飽きませんか。カイトの指示を待っている。何をおっしゃる。若はすでに一人前の探査者ではないですか。巫女の留名はお持ちですか。もちろん。奏でましょう。今までの訓練は決して無駄ではありませんぞ。どうして反応しない。音源が破損しているからです。カイト、意地が悪いぞ。怒らずに。教え忘れていたことがございます。周りをよくご覧なさい。あそこにあるものが分かりますか。3階特有の装置、留名箱です。探査時には音源が破損していたり、演者の能力不足で行き詰まることが多々あります。手持ちに B 級音源しかない今がまさにそうですな。このような状況を打破するためのものです。音源の破損が何ですか。対一の加護、龍脈は常に活路あり。内部はこんな感じなんだ。採掘され尽くした後に廃棄されたのでしょう。ラッキーですな。さあ、行き。その調子です。訓練をした甲斐がありますな。行き止まりか。龍脈は常に活路あり。よく見てください。その調子です。行きましょう。立派な基地として成立してる。龍脈の重力は安定してますから、基地を作るベースとしては最適なんでしょう。龍脈と重力は表裏一体であり、そのエネルギーを介して神々は交流をするだっけ。そこまでにしましょう。
今は勉強の時間ではありません。龍脈風水機関だ。今さらですな。英会での訓練時に見飽きたのではないですか。実際に目にしてみるとやはり細部の違いが気になりますか。この離水管がおそらく主要な管です。通常流脈の奥深くまで伸びています。あの二人はこの奥に。やってみる価値はあるでしょう。流脈最深部といえば祭壇、悪党好みの場所ですから。奏でても反応がない。予見できた反応です。流弁の中に力がありませんから、冥界状と共鳴しようがありません。よし、離水が満タンになったぞ。お見事です。ではこの次に何をしなければならないか覚えていますか。流明で風天箱を起動させると、溜まった離水がガスに変化する。おそらく風天箱のオーバーフローですが、機械が古すぎると耐えられないのです。ご注意を。力は自己共振します。最終的に流脈が爆発することも珍しくはありません。この下にあの女二人がいるでしょうな。もし奴らがあの二人を人質にした場合、躊躇せず始末します。助けに来たんだぞ。逆の立場ならあの女たちはきっと。お姉様、この情報当てになるの？少しリスキーかな。色
ろいろな情報を見てきたけど、大体反社会的勢力と組んだ龍脈詐欺なのよね。分かってるわ。でもリスクはつきものでしょ。はいはい、プラン通りしっかりやってよね。はは、承知しております、親愛なるラミア殿。プラン1は？もし本当に龍脈の兆候だったら、外で私の帰りを待ってて。プラン2。無法者のアジトだったら、私は巫女だとアピールする。で、龍脈を探すのを手伝う代わりに解放してと嘘をつく。じゃあプラン3。24時間経っても私から連絡がなかったら、そっちから連絡してもらう。肝心なのは何が起こってもラミアが助けに来てくれるってことでしょ。それな。出てこい。隠れても無駄だ。面倒なことになったわ。プラン2年。だから言ったじゃん。宇宙船で突撃しようか。まだ早いわ。周囲にどの程度船がいるかわからないし。計画通り行きましょう。24時間過ぎちゃったらラッセル先生に連絡して。観念して出てこいよ。身代金持って迎えに来てもらいな。VIP待遇するぜ。マンドーは無償。お師匠、どうかお守りください。ずいぶん若い客だな。あなたがリーダーね。私はビジネスの交渉に来たの。前に来たネズミ野郎も同じこと言ってたな。おい、仲間は見つかったか。ボス、レーダー上のどこにも奴らの船が見つかりませんぜ。ち、私は本気を話す価値はあると思うわ。ベテランには見えねえけどな。私たちの目的は同じ。言うまでもないでしょ。ち、ならお前が本気だとして、この白い牙に何の用だ。聞け、俺らは闇市の運び屋に過ぎねえ。でお前は何がしたい。私は巫女よ。なんだと？私には龍脈探しを手伝ってくれる人が必要なの。カイド、前、前にいる。静かに、バレないように。一人だけだ。もう一人は船の中か。よく聞き取れないな。お静かに、変わりましょう。たかがネズミが大きく出たもんだ。ミコさんよ。龍脈を探すのはあんたらのお箱じゃなかったか。龍脈大戦で3回全土の龍脈を見つけ出したのはお前さんたちだろ。
私ができるのは発見まで。探査ができる人が欲しいのよ。あなたたち適任じゃない。つまりお前が探して俺らが掘るってわけか。取り分はいらないわ。そこで見つけたものを教えてくれるだけでいいの。嘘つき。取り分がいらねえ。そんな話聞いたことないよな。お前一つだけ要求させて。もし工業連合の軍隊と目標の龍脈が被ったら先に動いてほしいの。何を考えてる。高連のノロマどもに遅れを取るバカがいるか。取引成立かしら。気前のいい話があるもんだな。先に言っとくが、さっきまで俺はミコが大嫌いだったんだぜ。わかるわ。私も自分が嫌い。ミコは自分たちが正義と勘違いして高連のクソどもに協力しやがった。素晴らしい三回も無法者がうろつく魑魅魍魎の世界になっちまった。あの戦争は間違いだった。選択を誤った。俺たちだって元は対戦で行き場を失った三回人だ。お前ら巫女さえいなければこんなクソったれになり下がる必要はなかったのによ。つうことでよ、みんなの敵を取らせてもらうぜ。私は違う。弱いよ。無理です、間に合いません。冗談さ、勇気あるな。だが組むつもりはない。おい、こいつを送ってやれ。暇だ。騙しやがった。仲間がいるぞ。動くな。巫女がどうなっても。何知らない。こっちにだって一人いるぞ。ディバス、落ち着け。そいつを俺に貸して下がれ。動くんじゃねえ。一歩でも動いたらこいつの頭が吹き飛ぶぞ。いえ、ドイツに雇われた。龍脈境界、それとも高連か。ボス、見つけました。衛星の陰に船が隠れてやがりました。英会話殿、これは貴族さんです。大魚の位置がバレた。英会貴族のコラボ、こんなところまで来て何が望んだ。だから知らない。黙ってろ小娘。危うく騙されるところだったぞ。リバ君、面倒なことになったな。おい、後ろの大将も動くなよ。お前は手だれっぽいからな。今自分がどうするべきか分かってるな。さあどうすると思う。カイト、僕たちは救いに。動くな。二つ要求する。一つ、三つ数えたら人質を話せ。こちらも話す。二つ、俺様の船に近づくな。一つ目は異論なし。だが船を諦めろってのはな。ボス、お前に価値があるんだってよ。 OK なら三つ数えるぞ。いいな。ご勝手に。1。演技上手だったな、巫女もどき。
本当に知らない人たちなのよ。いい、英会は主従関係がすごく厳しいんだって。お前雑魚そうなのに幸運だな。リーバック、奴と話すな。いつ捨てられるのか気が気じゃないだろう。カイトは僕の護衛だ。それを言ってもガキのように。わかっ、カイト。ガキ、お前これが初陣か。戦場では主従関係を明かすのはタブーだ。お前が先に狙われたらまずいだろう。おい、この英会貴族のガキどもを牢にぶち込んでおけ。ミコはどうします、ボス。まとめて入れておけ。ボス、このミコは危険だ。担ぎやがって。さっさと殺した方が身のためですぜ。とっとと連れて行け。でも手は出すなよ。ボス、俺たちはマフィアだ。畜生に落ちる必要はねえ。クソ、デュウモンが反応してくれない。デュウメイ箱も取り除かれてるし。貴族さん、手伝いましょうか。自分で何とかするさ。その音源、中古市場に流れてるような B 級品でしょ。劣化音源じゃ何をしたって同じ。その音源を渡された時からこれ仕組まれてたのよ。この流脈の奥底にある純粋な流明でもない限り開けるのは不可能でしょうね。あなたの冥界城が没収されなかった理由、理解できたかしら。早く出ないと、出血がひどい。密輸用の容器か。貼ってあるラベルは本物そっくりだ。大丈夫か。応急処置はしたけど、これじゃ気休め程度ね。まいった。そんな顔をしないでください。ちょっと休めば大丈夫です。全て僕の。未来の当主が何をおっしゃる。何事も経験です。もし助けが必要なら言ってね。せっかくの計画が。貴族さん、どうかした？あなたも応急処置が必要。巻き込まれたって思ってる。何が？ごめんね、あの時は君が危ないと思ったんだ。何が言いたいのよ、恩を着せたいわけ？いや、そうじゃないんだ。でもカイトは栄誉ある英会武人だ。どうか僕らの取った行動を分かってほしくて。はいはい、栄誉ある貴族様に感謝いたします。僕たちをバカにしてるの？あのね、こっちの取引は成功しそうだったのよ。
それが何このざまは。何も知らないくせに空気を読まずしゃしゃり出て、結果あんたの連れは撃たれて。僕は若、門を開ける方法を自分が。へいへい、もしかして買い物にトライしちゃってる感じ。前にここにいたやつも開けようとしてたな。みんなバカだな。貴族ちゃん、ボスから伝言だ。ありがとなった。あの船すげえからさ、パーツ分解すんのにも苦労苦労の連続だぜ。大魚に触るな。最低でも半年はあれで生活できそうだわ。サンキュー、お坊ちゃま。大魚に触るなって。それからミコモドキ、言い争ってるけどさ、お前一人でも同じ運命だったからな。もしボスが解放したとしても、俺たちはミコを見逃さねえ。ボスが出かけた時思い知るさ。私は平気よ。ごめん、ちょっと言い過ぎた。少しイライラしてて。待って、今ちょっと話しかけないで。お姉様、やっと繋がったね。大丈夫そう。声が大きいよ。私は平気だけど、面倒に巻き込まれちゃって。だから言ったじゃん。大丈夫よ、プラン3に変更ね。幸運にもボディチェックされなかったの。意外と紳士なのね。じゃあまた後で。君、ん？ああ、これのおかげ。うまく隠してるでしょ。これは？それ、民生品じゃないな。戦時中、高連の龍脈探査船でしか使用されていなかったはず。貴様、何者だ？軍人か？龍脈を探して何がしたい？今したいのは脱出。あなたたちと同じよ。そんなにいかにも信じられないって顔をしないで。とにかく私は敵じゃないから。さっき話していた人は？交易広場で女の子に会ったでしょ。うちの操縦士で良きパートナー。プラン3って何を意味するの？脱出計画。いい方法があるの？可能性は5割程度だけど、あの子を不安にさせたくなくて。残りの5割の原因は？まだわからない。ちょっと頭を整理させて。カイトの怪我が心配なんだ。方法があるなら僕らも連れて行ってほしい。あなた探査者よね。演奏能力は？さっき聞いただろ。門も開けられないくらいさ。完成度の高い流鳴が必要なら
私が作ってあげてもいいよ。ここは多分龍脈の中心だからきっと聞こえるはず。私が歌い始めたらその冥界城の集音口をこっちに向けて。そんなことできるの？用心を。その女はおそらく巫女。龍脈大戦で力を探知し龍脈や艦隊を見つけ出した生体レーダー。闇に潜む暗殺者。応急処置してあげたのに。私と戦争に加担した巫女を同列に語らないでほしい。私は功労の巫女、自己の魂を研鑽するだけ。戦争の道具じゃない。疑う気持ちもわかるけどね。どうして龍鳴が作れるのに自分で門を開かないんだでしょ。龍門を開くための発声法を習得してる巫女もいるわ。でも私の喉では不可能。これで信用してくれた？始めてもいい。君の栄誉ある行動を信じるよ。歌と栄誉と何か関係ある？録音準備。もうちょっと近くに。私の歌声は大きくないから。さっきのあの音、龍鳴よ。これを音源にすれば冥界城で門を開けられるはず。綺麗な歌声だ。大したことじゃない。門が開いたとして、その次は？さっき5割って言ったのはその先の奴らから逃れる案が浮かばなかったからよ。目をそらす方法を考えないと。考えがある。エーカー人、あなたこの状況でまだ奴らが交渉に応じると思ってるの？考えがある。栄海戦のハックは確かに難しくないけど、もし奴らがまだエンジン起動してなかったらどうするの？エンジン音は聞こえてる。奴らもう起動してるんだ。今からすべきなのは。あなた本気で言ってるの？なら打ち合わせしましょうか。いいわ、それなら弾けるかも。若、それはやりすぎです。パートナーの子は準備できてるの？大丈夫よ。遭難した貨物船に偽装して入港する予定。見た目子供だけどやれるの？無法者を餌にして育ってきた子だから心配しないで。それよりあなたよ、成功する保証はどこにもないって分かってる？本当にいいのね？僕が負けた。どこの家の子だ。奏で終わってもないのに門を開けようとした。石門と千家の採掘権を持つ小貴族、飛び家らしい。さ
3階での交渉失敗の席で高連を追い出された元凶の道理で。陛下、これは栄誉ある試合とは言えません。旧家の者は試合前に歩を暗記していた。だから私は焦って。若、言葉が過ぎます。飛び家は陛下のご判断にケチをつけたいようですな。とんでもないことでございます。李牧様は決してそのような意図は。カイド、これは僕自身のことだ。理不尽なことを申すでない。二人とも下がれ。彼らの不手際は私の不徳の致すところ。陛下ご容赦ください。飛び家当主、信用を無下にしたな。聞くがよい、皆の者。英会歴351年3月40日12時、飛び家第16代子息は大道鉱脈の所有権裁定試合を行った。敗北は天が見届けた。よって大道鉱脈の所有権を剥奪とする。加えてここでの暴言狼藉も当然許されざる振る舞い。本日をもって第一級鉱脈、すなわち龍脈、千家、義山、石門の採掘権を全て剥奪する。陛下、それはあまりにも。鉱山を失っては存亡の危機です。飛び家当主、それはお主が考えるべきことだ。勝負の結果だけではない、軽率な行動の積み重ね、弱者になり下がった過程を考えるとよい。英会心、どうしたの？何でもないよ。いい。うちの操縦士ラミアはさっき入港して荷物を確認させろって言われてしまったら。準備できたら開けましょう。時間がないわ。どうかお考え直しください。その前に言わせて。私はエイダラム、功労賞戦隊所属、英会貴族と知り合えて光栄に思います。英会第9家トビ、簡易3階貴族でも李牧でいい。彼はカイト、僕の親衛隊で、いわく生死を共にする従者だ。マンドーは無情。あなたたちの決定に感謝します。もし脱出に成功したら、この恩は一生をかけて報いるよ。そんなの必要ないわ。カイト、本当にごめん。でもここでお前を死なせるわけにはいかないんだ。割に合いません。こんなことおやめください。準備 OK ね。門が開いたらあの子がすぐに機密保持暗号を入力する段取りを。
つの加護のもと、魂よ、太陽へ帰れ。ダミア、暗号はこれよ。太陽、ごめん。警告、熱源ロックオン感知。功労、急速上昇。船体安全値 31% まで低下。こっちには一歩も入らないでよ。もう大丈夫だ。もうすぐここから逃げられるから。二人とも荷物に捕まって。その二人こそお荷物なのにさ。ダミア分かって、超加速準備。軌道離脱速度計算。目的地は、目的地までの距離 2.5 天文単位。さあ、5秒後に。加速失敗。エンジンがオーバーヒートしてる。サブ電源系統をつないでエンジンを再起動させてみせる。ダミア、の突入の時エンジンやっちゃったかも。ミコ、これは光連の軍用探査船で間違いないな。カイト、座ってた方がいい。小娘たちがなぜこんな船に乗っているのかは問わん。が、聞け。
めくな。一つ方法を教えてやる。この船は後方索敵用だ。緊急時はいつでも超加速ができるが、すぐシステムに止められる。ミコ、船体認証の権限を調整しろ。マカ、すみません。これをミコに。大丈夫なの？超速限定解除。やった！エンジン復帰！ゲー、本当のボディアのラミア！分かったよ、準備開始！システムがロックされます。警告、左舷走行被害甚大。秒読み始めるよ、4。カイト、傷口耐えられそうか？私…何かありましたかな。早く座って傷口を押さえて。3。リバ君、いろいろ失礼なこと言っちゃってごめんね。助けてくれてありがとう。2。カイトを救ってくれた君こそね。1。したかの口として。